トギモチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニで出てるこの人わかります？韓国のテレビ番組でよく出てる人なんですけど、ベクチョンウォンさんっていう人、すごい有名でね、もう韓国の人なら誰でも知ってるレベルの、すごく料理がお上手な、テレビでよく料理ね紹介してる人なんですけど、この人ね、いっぱいお店出してて、で有名なとこだとセマウルシクタンとか香港バンジョン、これ韓国中華と、でこっちのセマウルシクタンは私が動画でも紹介したチゲが美味しいお店、このおじさんのね出してる商品って結構ねどれも美味しいんですよ。今回はコンビニでセマウルシクタンの人気メニューヨルタンプルコギの中華まんバージョンが出ました。でこっちはヘムルユ、海鮮とお肉の炒め物みたいなのの中華まんバージョンです。このね2つをちょっと食べてみたいと思います。お、普通になんか肉まんみたいな感じですね。はい、こっちも同じくです。で電子レンジでどっちも40秒チンしてきます。はい、熱々にチンしてきました。まずね、セマウルシクタンのヨルタンプルコギの方から食べてみます。ちょっと割ってみますね。おー、やっぱりプルコギ、赤いお肉でね詰まってます。いただきます。あー、ほんとだ、セマウルシクタンで食べるあのプルコギ一緒だ、味、まあ、まんま入ってる感じ。甘いプルコギのピリ辛お肉炒め、めちゃくちゃ美味しいです、うん、中にね玉ねぎやネギも一緒にお肉と入ってて、まあピリ辛プルコギですね。うん、美味しい美味しい、あの店のやつと全く同じだ。で次、香港バンジョン、韓国で人気のまたまた韓国中華チェーン店です。このね、ヘムルユチンパン、海鮮とお肉炒めの蒸しパン、中華まんですね。こっちは赤くない海鮮とお肉ですね、贅沢ですね、ダブル入り。結構メインお肉なのかなって思ったけど、海鮮の香りが強い。もう口入れ前から、あれ海鮮の香りすると思って食べたら、味もね、ほぼほぼシーフード系の味が。で、ちょっとしたね、人参とかピーマン、玉ねぎのね、角切りというか、細切れも入ってます。なんかちょいちょいイカのね、食感が。イカのなんか細切れみたいなのがね結構入ってました。まあでもメインはちょっとお肉っぽいけど、なんか食べてみるとね、シーフードとか香りが強いですね。コンビニのこういう電子レンジで温めて食べる中華まん系って、ちょっとやっぱり蒸し器でやるんじゃないんで、電子レンジなんで結構ねパンがボソボソしてること多かったりするんですけど、ここのそうでもなかった。まあやっぱり蒸し器で作ったやつの方が美味しいは美味しいです、もちろん。だからこれをね、そのまんま私のズボラアイテム、電子レンジ蒸し器とかでもいいから、そっちでちょっと手間かもしれないけど作った方がもうズボラアイテムまで手間かもしれないって言ってる私このやつを電子レンジで直でやってもいいけど、蒸し器でやった方がもっと美味しくなるかなと思いました。以上、ベクチョンウォンさんのお店のチンパン、中華まんでした。